小鳥大学校長のツッチューです。今回はデートで女の子を笑わせるフレーズ33選という話をしていきたいと思います。今日の動画では1500人以上の女性とのデートを経験した僕がデートで女の子を笑わせる最強のトーク術をテンプレート化して公開しています。この動画をクリックしたあなたはおそらくこんな悩みを抱えていると思います。デートでうまく話ができず、相手の女の子がつまらなそう、女の子と話しても全く話が続かず沈黙に耐えられない、デートでどんな会話をしたら女の子の受けが取れて食いつきが上がるかがわからない、みたいな女の子に対する悩みがあって、今現在彼女はおらず実際に過去の女性経験も多くない、そんな男性がほとんどかと思います。ここで累計500人以上の生徒に彼女を作らせた小鳥大学校長である僕が厳しい恋愛の現実を伝えるとですね、会話がつまらない男性というのは壊滅的に本当にモテません。これなぜ会話がつまらないとモテないかというと、あなたのデートの会話がつまらなかった瞬間に女の子は、あ、この人絶対モテてないなとひもて認定し、セックスする気が一気に失せるからです。そう、デートの会話がつまらないと女の子のあそこはカピカピに乾きます。他の女の子からも人気がある、チャラい男がモテる、逆に他の女の子から人気のない、ただの真面目な誠実な男はモテない、というのはこのチャンネルで何度も話してますが、女の子っていうのは他の子からも支持がある、とにかく人気がある男性とセックスがしたいです。例えばね、女の子がホストやジャニーズ、韓国アイドルにハマるのは他の女の子から人気があり、常にキャーキャー言われてるからで、あの人たちなんてどっからどう考えてもチャラいですし、誠実の背の字もありません。またそういう女の子から人気がある男性というのは女の子との場数もかなり踏んで慣れてるので、会話もすごく面白いんですよね。そう、めちゃくちゃ女性経験があるモテ用の会話とほとんど女性経験がないヒモテの会話の差って、女の子から見るとえげつない差なんですよ。だからあなたがもしデートでクソつまらないことを言ってしまうと、あ、こんなつまらないことを話してしまうってことは絶対他の女にもモテてないな、あーやだやだキモいなとなって、あなたから静かに離れてきます。普段からいろんな男とデートをしてる女の子からすればね、ちょっと会話をするだけでこの男がモテるかモテないかが分かってしまうんです。なので話がつまらないのは相当やばいわけ。え、でも会話がつまらなくてもやっぱり顔がイケメンだったり中身が優しかったらモテるんじゃないのと思うかもしれませんが、イケメンだったとしても優しかったとしても会話がつまらなければ、そのうち女の子からなし判定を食らいます。まああった最初はね、イケメンが来てテンション評価が上がってる女の子も、話していて会話がつまらなければだんだんその高かった評価が下がってきます。イケメンなのでかなり期待値も上がってますから、その分つまらなければ下がる幅もでかいです。逆に顔が普通でも会話が面白ければ、最初は普通だった評価がだんだん上がっていき、やがて女の子は、あ、この人面白いからきっとモテるな、もっとこの人と一緒にいたいと感じるようになるんです。まあもちろん顔がイケメンに越したことはありませんが、会話が面白ければ顔が普通でもモテることは可能ということです。お笑い芸人が女優やアイドルと付き合ってるのをよくテレビで報じられてますが、彼らがめちゃくちゃモテるのはやっぱり話が面白くて相手の女の子の感情を動かせるから。そう、人間というのは自分の感情を動かしてくれるものを好きになります。例えば映画やドラマはストーリーに感動して泣けたり、展開がエキサイティングでハラハラドキドキできるからみんな大好きですし、スポーツ観戦やライブなんかも日常では体験できないほどの高揚感、感情を高めてくれるから人気なわけです。そう、お目当ての女の子から好きになられたい、女の子を自分の虜にしたいなら、デートで女の子を笑わせて相手の感情を動かさなくてはいけません。その時に使えるのが今回話すデートで女の子を笑わせるフレーズ集33選。僕が今回紹介するフレーズ集をデートでそのまま使って女の子を爆笑させ感情を動かしセックスしまくってください。デートしてる女の子を楽しませて、また〇〇くんと会いたいと言わせたい、モテ会話を習得してデートで女の子の笑顔を引き出しセックスを量産したい、そう思っているなら今回もかなり貴重なお話をすることになります。ぜひ最後まで見ていってください。女の子を笑わせるフレーズ、一つ目は注文で笑わせるです。女の子とデートに行ったらどこか飲食店に入って必ず飲み物を頼むと思うんですが、その時に笑いを取ることができます。例えばこんな感じ、てか〇〇ちゃん何飲む？ビール。あ、ビール飲めないの？私はレモンサワーにしようかな。わかる、俺もビール苦手なんだよね。まずいよね。まずい。オッケー、じゃあレモンサワーね。すいません、レモンサワーとビールで。え、苦手なんじゃないの？いや苦手なんだけどモテたいから飲むわ。意味わかんない、別にモテないよ、みたいな感じですね。こんな感じで最初からこの会話の流れを仕組んで組み立てればメニューを頼むだけで笑いを取ることができます。ここでのポイントは少しにやけながらわざとらしく言うことが大事です。暗く真顔でこういうことをやってしまうと本当に頭がおかしいと思われる可能性があるので、自分がふざけるキャラなのを相手に認識させる必要があります。女の子を笑わせるフレーズ、二つ目は決まった？です。これも注文するときに使えるユーモアフレーズです。飲食店の席につき相手の女の子がメニューを開いた瞬間に決まった？と言うと受けます。じゃあどうしよっかな。あ、決まった？いや早い早い、みたいな感じです。デートで席に着いた瞬間やメニューを開いた瞬間に決まった？と聞くと大体笑うのでおすすめです。ちなみにデートでメニューを決めるときは何食べたい？どうしようか？とうだうだ決めるのではなく、必ずこちらが即断即決で食べるメニューは決めましょう。まるまるちゃん嫌いな食べ物ある？特にないかな。あー、オッケーオッケー、じゃあ適当に頼むね。なんか食べたいものあったら言って。と言って食べるものをさっさと決めちゃってください。相手の女の子に気を使いすぎてメニューを全然決められないのは男らしくなく評価が落ちます。なので嫌いなものだけ聞いて、あとは自分が適当に決めちゃうのがベストです。これをデートのルールとして覚えておいてください。
女の子を笑わせるフレーズ。三つ目は、タッチパネルで笑わせる。です。これは、タッチパネルで注文するタイプの居酒屋や、ファミレスに行った時に、タッチパネルをいじりながら、じゃあ何歌おうかな、とつぶやくと受けます。例えば、お腹減ったね。ねえ、減ったね。じゃあ何歌おうかな。いや、これ電木じゃない。あ、ごめん、間違えた。みたいな感じですね。タッチパネルで注文するタイプの店では、これを言うと、かなり高確率で笑いが取れますので、ぜひ、トモを使ってください。女の子を笑わせるフレーズ。四つ目は、テキーラでいい？です。これも二人で居酒屋に行き、お店を注文するときに使います。てか、何飲む？どうしよっかな。じゃあテキーラでいい？いや、ダメだね、みたいな感じです。最初の一杯目から度数が強いテキーラを飲む人はいないので、そのギャップで大体受けを取ることができます。女の子を笑わせるフレーズ。5つ目は、全然寝れなかった構文です。これはデートで待ち合わせてお店に向かっている時、デートの序盤で使います。例えば、おっす、調子どう？元気？調子？うん、元気だよ。あ、よかった。俺は今日のデート楽しみすぎて昨日全然寝れなかったわ。絶対嘘じゃん。いや、ガチで昨日9時間くらいしか寝れなかったわ。いや、それめっちゃ寝てるから。とか、いや、今日来てくれてありがとうね。俺楽しみすぎて昨日かなり夜更かしちゃったよ。え？本当？うん、マジ10時くらいにやっと寝つけた。いや、それ全然寝てるよ、みたいな感じです。このね、寝れなかった構文もかなり受けが取れますので、ぜひ使ってみてください。デートの序盤というのはお互い緊張してるので、こういうジョークを挟んで緊張をほぐすのがいいですね。ファーストインプレッションでこの人ユーモアがある人なんだなと思われて、好印象を与えることができます。女の子を笑わせるフレーズ。6つ目は、手を褒めて笑わせる。です。これは自然なボディタッチから相手をいじることで笑いを取ることができます。例えば、てか、手綺麗だよね。よく言われる？え、そう？あんま言われないかな。あ、そうなんだ。ちょっと見せて。いやー、綺麗だね。野球選手みたいな手してる。え、ちょっと待って、ディスってる？いや、全然ディスってない、ディスってない。いい意味で。とか、てか、ネイル可愛いね。ちょっと見せて。可愛いでしょ？うん、めっちゃ可愛い。いいな。今度そのネイリスト紹介してよ。行かないでしょ？みたいな感じです。手の話題に持っていくことで、自然と手に触れられ、距離を縮めることができて、さらに笑いを取ることができるので、この一連の流れを覚えていきましょう。ボディタッチは女の子と距離を縮める上でかなり有効なのですが、いきなり最初からハグとかね、肩を抱いたりとかしてしまうのは惹かれてしまうので、体の先端の手のボディタッチから始めてください。手であれば大丈夫です。女の子を笑わすフレーズ。7つ目は、自分の仕事で笑わす。です。これも鉄板で使いますね。まあ初対面であれば、大体女の子に自分の仕事について聞かれると思うんですが、その時にただクソ真面目に答えても面白くないので、ここもユーモアを入れて笑いを取っておきましょう。例えば、お仕事は何してるんですか？あ、俺はパーソナルトレーナーだよ。ひたすら回数数える仕事だね。もう数数えすぎて1、2、3、5とかたまに間違えて言っちゃうから大変。とか、お仕事は何してるの？俺は営業マンだね。毎日お客さんのゴマすりまくって稼いでるよ。とか、お仕事は何してるの？俺は不動産関係だね。まあここら辺の建物はほぼほぼ俺が建てた。とか、俺は普通のメーカーのサラリーマンだよ。もう毎日お客さんに来られてヒーヒー言ってるね、みたいな感じです。男の子だとデートでモテたいがために、自分の仕事はこんなにすごいんだということを自慢したり、自分の稼ぎがいいとか将来安定してるとか、そういうことを女の子にアピールしてしまう人が多いんですが、これはマジでやめてください。口で自慢する時点で自信がない、余裕がないと思われるからです。自信がない、余裕がない人ほど自分のすごいところを自分で一生懸命語り、自分に自信がある人、モテる人っていうのは、人の自慢話を聞いていい気持ちにならないっていうのを分かってますし、わざわざ口で言わなくても見れば俺がかっこいいのは分かるでしょというスタンスでいるので、自慢をせず、なんなら相手を笑わせるために自虐を言う余裕があるんです。逆に自分に自信がない人は、口でペラペラ自分のすごいところをアピールしないと自分には価値がないと思っているので、口で自慢してしまう。そう、この自己肯定感の高さの違いによってモテるかモテないかが決まるんですよね。なので、自分の仕事はすごいとかお金があるとか、そういうことを言う必要は一切ないので、今回のようなユーモアトークを話すようにしましょう。またよくわからない仕事の小難しい話をしたりするのも、女の子からすれば全く興味がないので、しないでください。女の子を笑わすフレーズ。8つ目は、時代遅れたことを言う。です。これもね、高確率で笑いが取れるフレーズです。例えば、てか丸々ちゃん、ネットフリックスとか見る？え、見るよ。おー、いいね。最近何見てんの？最近は韓国ドラマとか好きでよく見てます。あー、冬のソナタとかね、俺も好き。いや、古い古い。とか、私は BTS とか好きです。へえ、韓国アイドル好きなんだね。ヘヨンジュンとかかっこいいよね。いや、古いって。あ、そう？とか、ツッチーくんはインスタやってますか？あ、インスタはやってないんだよね。ミクシーならやってるんだけど。いや、古すぎ。あ、そうかな、マイミクしとくね。とか、まるまるちゃんは好きな芸人とかいる？最近だったらエグジットとか好きです。ツッチーくんはいますか？最近だと江戸春美とかヒゲ男爵が好きかな。え、古くないですか？あ、そうかな、逆に新しいと思うけど、みたいな感じです。もう明らかに古いもの、時代遅れなことを言うことによって笑いが取れます。ただ相手が自分より若すぎる場合はあまり通じない可能性があるので注意が必要です。
女の子を笑わせるフレーズ9個目はこの後まるまる行かなきゃいけなくてです。こちらもしっかり笑いが取れます。よし、そしたらそろそろ行こうか。まるまるちゃんはこの後どこ行くの？ちょっと買い物して帰ろうかな。スッチーくんは今日忙しいんだよね。俺はちょっとこの後クモン行かなきゃいけなくて。嘘をつくな。とかこの後どっか行くの？あ、そうそう、俺はちょっとこの後ピアノ教室行かなきゃいけなくて。絶対嘘でしょ。などですね、自分のキャラでは絶対やってなさそうなことを言うことで笑いを取ることができます。デートで笑いを取る、ユーモアがあることを言うのにあたって大事なのは、自分がチャラいイケてる見た目をしていることがめちゃめちゃ大事です。陰キャな見た目で今回のようなフレーズを言っても全く笑えないからです。童貞みたいなイケてない見た目で俺童貞だからさなんて冗談を言ったらガチの自虐だと思われ、女の子も困惑してしまいます。明らかに童貞ではない、イケてる見た目で俺童貞だからさということでギャップが生まれ笑いというのは取れますので、デートの会話で自分の見た目をイケてるように見せるのはめちゃめちゃ大事なんです。概要欄にある僕の公式 LINE では見た目について深く語った劇的に見た目を変える方法という期間限定の無料講義動画を配信してますので、女性に困らないような見た目を手に入れたいという人はぜひね概要欄の方から公式 LINE を追加してみてください。女の子を笑わせるフレーズ10個目は服かわいいね、どこのジャスコで買ったの？です。これは女の子を褒めながらいじるときに使うフレーズです。例えばてか今日の服かわいいね、でしょ、ありがとう、マジでめっちゃいい、どこのジャスコで買ったの？ジャスコじゃないからみたいな感じです。褒めながらのねいじるというフレーズです。ただ使い方、女の子によっては相手を怒らせる可能性があるので使い方と使う相手には気をつけなければいけません。なので1回目のデートというよりかは信頼関係がある程度出来上がっている2回目のデートでこのフレーズは使うことをお勧めします。女の子を笑わせるフレーズ11個目は今度渋谷でプリでも取り行こうよ、です。これはデートの別れ際に使います。例えばそしたらまた会おうよ、うん行こう行こう、今度渋谷でプリでも取り行こうよ、プリね、いいね、とかじゃあ今度またデートしよう、いいね、何する、そうだね、渋谷にプリでも取り行こうか、プリ若いね、みたいな感じです。この今度プリから取り行こうよは結構使えるネタなので頭に入れておくと便利です。女の子を笑わせるフレーズ12個目はアプリで会った人数で受けを取る、です。これはマッチングアプリで知り合った女の子とデートするときに使います。てかまるまるちゃんはアプリで何かあった？全然会ってないよ、2人くらいと会ったかな。つっちーくんは？あ、そうなんだ、俺も全然会えてないね、今月始めたから2、30人かな、いやめっちゃ会ってるやん、みたいな感じです。マッチングアプリで会うと大体何人と会ったかという話になったりするので、その時にこんな感じで話すと笑いが取れます。ちなみにデートでこういう女の子の質問に対して何でも真面目に答えてしまう方多いんですけど、これは良くないです。これなぜならつまんないから。相手の女の子っていうのはあなたのことを本当に知りたくて質問してるんじゃなくて、ほとんどは話をつなぐために質問してるだけなんですよね。つまんない会話の例としては、つっちーくん趣味は？サッカーだよ。つっちーくん休みの日は何してるの？家でゴロゴロしてるよ。お酒は好き？好きじゃないよ、みたいな会話だったら何も面白くないですし、別にあなたが休みの日に何をしてるかなんて女の子からしたらどうでもいいわけですよ。女の子が本当に知りたいのはこの男は自分を楽しませてくれる男なのかどうかをデートに見に来ているので、普通のことをただ真面目に答えてる場合ではありません。こんなのやってたら女の子が秒速で帰ってしまいます。なので女の子からの質問に対しては今回のフレーズのように適当にユーモアを交えて答えましょう。女の子は本当にあなたの趣味や休日の過ごし方が気になって質問してるわけじゃなくて、デートの会話で時間を稼ぐため質問に対してあなたがどんな受け答えをするかを見てるんです。そう、楽しい人かつまんない人なのかを見極めてるわけです。なので真面目に質問に回答するだけではなくて、何かしら相手の感情が動くようなユーモアを持った回答をしましょう。とは言っても毎回の質問でふざけていたらうざがれる可能性があるので、そこはバランスを見て答えてください。女の子を笑わせるフレーズ13個目は付き合った年数で笑わす、です。これもさっきのと同じような感じですね。てかまるまるちゃんは最高どのくらい付き合ったことあるの？1年半くらいかな。つっちーくんは？そうなんだ、俺はね結構長いよ、前の彼女が4、5ヶ月ぐらいかな。ヶ月かい、短か。このように数字を操れば無限にいくらでも笑いが取れるので初心者でもおすすめですね。たださっきも言った通りあんまりやりすぎるとうざいと思われるので、真剣に答えるところとふざけるところのメリハリが大切です。女の子を笑わせるフレーズ14個目は医学的に、です。これは少し上級者向けですが下ネタの話になった時に使えるユーモアフレーズです。てか〇〇ってスタイルいいよね。え、そうかな。うん、グラマラスでセクシーだよね。あ、変な意味じゃなくて医学的にね、医学的にセクシー。何医学的って？とか元彼とあんまり体の相性が合わなかったんだよね。そうなんだ、でもやっぱ相性とかは大事だよね。え、どんな感じのセックスだったの？全然変な意味じゃなくて医学的に真剣に。何それ、みたいな感じです。下ネタやエロ系の会話は相手の女の子からしてきた場合のみ話しましょう。その時にこの医学的には下ネタになりすぎず笑いを取ることができるので使います。女の子を笑わせるフレーズ15個目はまあもうすぐクリスマスだしさ、です。これは全くクリスマスが近くない時期に言うと笑いが取れます。例えばちょっと何チャラい、まあもうすぐクリスマスだしさ、いや全然まだなんだけど、とかじゃあ俺ら一緒になった方が良さそうだね。つっちーくんチャラい、だってもうすぐクリスマスだよ、全然まだまだなんだけど、みたいな感じですね。まあ今回はクリスマスと言ってるんですが、ここはもうすぐバレンタインだしさ、でももうすぐ夏休みだしさ、もうすぐ1年終わっちゃうしさ、など何でも OK です。特にクリスマスやバレンタインはカップルの行事なので使いやすく受けも取りやすいでしょう。
女の子を終わらせるフレーズ16個目は、え、今〇〇って言ったです。これは相手の喋っていることが聞き取れなかった時や周りがうるさい時に笑いが取れます。例えば、でさ、うちの仕事の同僚が、ん、ごめん聞こえない、うちの仕事の同僚が、え、うちと付き合ってほしい、急だな、もうそんなこと言ってない、積極的だね、でもそういう子好きだよねえ、とか、私犬が好きで、え、顔黒い人が好き、そんなこと言ってない、ごめんごめん、急に告白されたと思った、みたいな感じです。こんな感じでわざと聞こえないふりをして自分の都合のいい風に解釈すると高確率で笑いが取れます。これを使う時は明るいキャラ、ノリが大事なので、ふざけたことを言うキャラを作っておきましょう。女の子に誠実で真面目だと思われるのはデメリットしかありません。誠実真面目なキャラでホテル打診やボディタッチなどのアプローチ、このようなユーモアを入れようとするとどうしてもぎこちなくなってしまうんですよね。しかもまあ女の子っていうのは慣れてるチャラい男が好きですから、硬い真面目なキャラでいるのはよくありません。イメージとしては海にいる明るくチャラいお兄さんのように振る舞うのがベストです。ただ無理やりそんな風に振る舞うのも無理してる感があってキモいので、徐々に自分の性格と合わせて明るく振る舞うようにしましょう。女の子を笑わせるフレーズ17個目は滑り笑いです。会話がつまらない人やモテない人っていうのは自分が滑った時の対応が壊滅的に下手です。自分が何かを言って滑った時に笑いに変えられない人というのはめちゃめちゃ余裕がなく見えます。女の子からすると男が滑って恥ずかしそうにしてるところを見るのって見るに耐えられないんですよね。そう、滑った時の対応、会話の展開の仕方でコミュ力があるかないかが一瞬でバレてしまうので、今回のフレーズを使ってうまく笑いを取ってください。例えば、で、そのおっさんがさ、実はゲイだったんだよね。あ、ゲイだったんだ。ちょっとまるまるちゃん笑いすぎ。笑い声店内に響いてるよ。静かに。とか、そうだね。調子悪そうだから今日は帰った方が良さそうだね。とか、まるまるちゃんちょっと逆線高すぎない？大丈夫？とか、あれ、ちなみにここ笑うとこだけど大丈夫？最近嫌なことでもあった？こんな感じですね。もし滑った後にこういう切り返しを言えれば自然ですし、逆にそれで笑いが取れるので有効です。あえてつまらないギャグや話をしてここに持ってくるっていうのもありです。女の子を笑わせるフレーズ18個目は数えるふりです。これは数えるふりをして笑いを引き出すトークです。デートの序盤のトークで使えます。例えば、てか彼氏っているの？いやいや、いたらやばいでしょ。あー、まあ確かにそうか。え、つっちー君は彼女いるの？今彼女はね、あ、ちょっと待ってね、いないね。いないかい。こんな感じです。ポイントはわざとらしく数えるということです。真顔でこのセリフを言っても全く面白くないので、わざとらしく演技をしていってください。女の子を笑わせるフレーズ19個目は謙虚フェイクです。これは相手から褒められた時に使います。例えば、でもツッチー君普通にイケメンだよね。いやいや、全然全然、上の中だよ。おいおい、上の中かよ。とか、ツッチー君頭良さそうだよね。いやいや、全然全然、偏差値65切ったことないけど全然全然、うざ。とか、ツッチー君筋肉すごいよね。全然全然、週8くらいしかジム行ってないからめちゃめちゃ頑張ってる。このように謙虚なふりをして全然謙虚じゃないっていうくだりで笑わせる方法です。人間というのはギャップや落差によって感情が起こされて笑うので、面白い返しできないなって人はこのギャップというのを理解した方がいいです。女の子を笑わせるフレーズ20個目はおちゃかチャーハンです。これはナンパの時や女の子とのメッセージの時、ご飯に誘う際に使います。例えば、あ、すいません、本当にタイプだったので声かけちゃいました。今度お姉さんとおちゃかチャーハンでも行きたいんで LINE 交換してくれませんかね。チャーハン、いいですよ。 LINE の時は代官山いいですよね。そしたら今度おちゃかチャーハンでも行きませんか。チャーハン、うん、まるまるちゃん好きかなと思って、みたいな感じです。このおちゃかチャーハンは女の子の8割くらいには受けますね。何回も言いますが、こういうギャグを言う時っていうのは面白いことを言いそうな明るいキャラを作っておくというのが大事で、それこそさっき言った陰キャなような感じで暗くボソボソお茶かチャーハンって言っても全く受けず引かれて逆効果です。なので基本的にデートに行く時っていうのは笑わせる笑わせない関係なく明るくいきましょう。女の子っていうのは自分をたくさん笑わせてくれる人が好きなわけではなくて、一緒に笑ってくれる人が好きなんです。そう、だからあなたがもし暗い性格だとしても演技でいいので明るく振る舞わないといけません。暗い人が好きっていう女の子はほとんどいませんからね。僕も中身根は暗いひもて男ですが、女の子の前では無理してキャラを演じてます。でもこれでいいんです。素の自分を好きになってほしいなんて考えないでください。今までの自分ではモテなかったんだから演じるべきです。デートで素の自分でいるのではなくて、とにかく女の子の前ではモテる男として振る舞うことが重要です。女の子を笑わすフレーズ21個目はゲイはめっちゃモテるよです。これは女の子にモテそうと言われた時に使います。デートでね、女の子にモテそうと言われた時に、うん、割とモテるかな、いや全然モテないよ、みたいな感じで肯定的に答えても謙虚に答えても何も面白くないので、しっかり受けを取るようにしましょう。そこで使えるのが、いやそれがゲイにはモテるんだよねです。これを言うとね、大体受けます。でもツッチー君普通にモテそう、いやーまあゲイにはかなりモテるね、ゲイ確かにモテそうだね、みたいな感じです。他にも使えるフレーズとしては、まあ熟女にはモテるんだけどね、いやー小学校の時はモテたんだけどね、足早かったから、とかもいいですね。女の子を笑わせるフレーズ22個目はイスラム教ルーティーです。例えば、〇〇ちゃんはお酒とか飲む？私あんまりお酒飲めなくて。あ、イスラム教？俺も。違う違う、みたいな感じです。このイスラム教ルーティーはなかなか受けが取れるので、ぜひ使ってみてください。
女の子を笑わすフレーズ。23個目は、下心はマジでちょっとしかないです。これは自分を男として意識させ、相手と距離感が割と縮まってる時に使えるフレーズです。使い方としては、でも〇〇ちゃん本当にタイプだわ。え、嬉しい。でもそうやっていろんな女の子に言ってるんでしょ？マジでそんなことはない。下心とか本当ないし。え、本当？全然ないね。マジで下心はちょっとしかない。ちょっとあんちゃんとか、てか、前アプリで会った人はどうだったの？なんか、下心すごくてキモかった。うわぁ、それは最悪だね。ほんと下心ある男ってダメだよね。ほんと軽蔑する。ツッチーくんはないよね。俺は全然ないね。20% くらいしかない。みたいな感じです。このフレーズを言うときは、わざとらしくネタっぽく話すことが大事です。冗談っぽく言わないと、ボケなのか、ガチなのか分からず、相手を困惑させてしまうので、このようなフレーズはわざとらしく冗談っぽく言いましょう。女の子を笑わせるフレーズ。24個目は、絶対何もしないから、したとしてもちょっとセックスするだけです。これはホテル打診をして、相手の女の子にグダられた時に使います。まあ、いわゆる、グダ崩しってやつです。例えば、ホテルは行かないから、大丈夫、絶対何もしないから、したとしてもちょっとセックスだけだって。ふざけんな。まあ、冗談だけど、今日は普通に〇〇ちゃんと一緒にいたい。セックスするって言ったじゃん。冗談冗談。明日お休みでしょ？まあ、任せて。みたいな感じです。こんな感じで、ユーモアを入れながら、相手を笑わせることができると、グダを崩しやすくなります。一般的な男性がホテル打診をする時というのは、大体あたふたしたり、まあホテルで映画でも見ようよみたいな感じで遠回しにダサく誘うので、ホテルに打診するときにしっかりユーモアを入れられるとホテルに誘うっていう、緊張するときにユーモアを入れるぐらい余裕がある、慣れているというのを相手の女の子に示すことができます。女の子を笑わすフレーズ。25個目は、点数で言うとです。この点数で言うとは非常にデートで使いやすく、笑いを引き出しやすいです。例えばアプリで誰かと会った、2人会ったよ、おおいいね、どうだった、なんか微妙だったな、あ微妙だったんだ、点数で言うと、点数60点くらいかな、ひっくなんで、なんかシンプルに顔があんまりタイプじゃなかった、あーなるほどね、それは60点になるわ、じゃあ今日は95点くらい出ちゃったね、まあ恥ずかしがらないで、ウケるみたいな感じです。アプリで誰か会った、その人どうだったと質問をするとちょっと答えにくいですが、そこでこの点数で言うとと付け加えることで女の子も答えやすくなり、そこでの点数で盛り上がることもできます。これもおすすめのフレーズですね。女の子を笑わせるフレーズ。26個目は、一人じゃ怖くて入れないです。こちらもホテル打診した際のグダ崩しで使います。例えば今日は行かないから、え？マジで？行かない、いやでもちょっと一人じゃ怖くて入れないからさ、何言ってんの、ほんと怖いからついてきてよねえみたいな感じです。相手の女の子のグダを崩す時というのは、女の子はあなたの男としての度量を測ってますので、そこであたふたしたりグダグダしてしまうと、あこの人慣れてないし男らしくないな、今日はホテル行くのやめとこうと思われます。なのでグダ崩しの時にこのようなユーモアを入れて余裕を見せるのはとても大切です。女の子を笑わせるフレーズ。27個目は、わかる、俺もそういうの無理。これもデートでホテル打診をして相手の女の子にグダれた時に使います。今日は一緒にいようよ、絶対やりもくじゃん、私やりもく無理、わかるわ、俺もやりもく無理、嘘つくな、いや本当に本当に大丈夫、俺のことやりもくじゃない、違うから、わかったよ信じる、じゃあ行こうかとか、私付き合わないとしないから、めっちゃわかる、俺も付き合わないと無理、本当かよみたいな感じです。グダられた時にこのセリフを言ってこっちのペースにどんどん巻き込んでしまえば、相手の女の子も押されてうまくグダを崩せるので、ユーモアを言って主導権を握るのが大事です。この流れをしっかり覚えておいてください。女の子を笑わせるフレーズ。28個目は、食い気味のありがとうございますです。これは食い気味のお礼を言って相手を笑わせる手法です。例えば、てか好きなタイプは、優しくて浮気しなくて自分のことを大切にしてくれる人かな、あありがとうございます、いや完全に俺のこと言ってるのかと思った、ちゃうわとか、やっぱりヤマピーってかっこいいよね、あありがとうございます、えいやよく似てるって言われるからさ、いやみたいな感じです。ここでのポイントは、ワンテンポ早めにわざとらしくありがとうございますと気持ちよく言うことです。タイミングをミスるとあんまりウケないので、タイミングに気をつけましょう。女の子を笑わせるフレーズ。29個目は、芸能人で言うとどういう人がタイプなのです。これも受けが取れます。例えば、てか芸能人で言うとどういう人がタイプなの、山崎賢人とかタイプかも、あーよかった、山崎賢人に似てて、え似てる、いやー俺は似てないと思うんだけど、よく言われるんだよね、俺は全然嫌なんだけど、受けんだけど、とか、てか芸能人で言うとどういう人がタイプなの、BTS とか好きかも、あよかった、じゃあ俺大丈夫だね、え何が、韓国系が好きってことでしょ、よかった、え韓国系かな、どっからどう見ても韓国系でしょ、とか、てか芸能人で言うとどういう人がタイプ、山崎賢人とか好きかな、あよかった似てて、え似てる、首から下は山崎賢人だよ、ウケるみたいな感じです。このくだりをすると大体ウケます。笑いも取りつつあなたのことを狙ってるということも示すことができるのでおすすめです。僕のね、笑いを取る時の鉄板のトークなのでぜひ真似してみてください。
女の子を笑わすフレーズ30個目は身長で笑わすです。これは身長が低い人は鉄板で使えるユーモアフレーズですね。例えば、てか〇〇ちゃん身長何センチ？156センチくらいかな。つっちくんは？俺は185くらいかな。あ、全部で。え、全部？うん、人間性とかも合わせるとそんぐらいになっちゃうよね。もしかしたら2メートルくらいいっちゃってるかも。ウケる。まあ本体は170くらいだね。とか、つっちくんは身長どのくらい？179センチだよ。え、だから177センチだよ。何言ってんの？こんな感じです。まあ身長一つでこうして笑いを取ることができるので頭に入れておきましょう。低身長男子であれば高確率でウケるフレーズ、トークの流れなのでぜひ使ってください。女の子を笑わせるフレーズ31個目は触ってもいい？です。これは相手を効果的に褒めれて、なおかつ笑いも取れるテンプレートです。例えば、てか丸々ちゃん目綺麗だね。え、そう？うん、色とかめっちゃ綺麗。ちょっと触ってみてもいい？ダメに決まってんじゃん。とか、てか丸々ちゃん歯綺麗だよね。あ、そう？一応気使ってる。うん、歯並びも良くて白くてめっちゃ綺麗。ちょっと触ってみてもいい？ダメだって。みたいな感じです。特に目を褒めるっていうのは結構効果的でして、デートでちょっと沈黙が続いて目が合ってる時に、てか丸々ちゃん目綺麗だね。みたいな感じで相手を見つめながら言うと、女の子も喜ぶと同時にドキッとしますし、ちゃんと目を合わせられてストレートに目が綺麗だねと褒められる男性っていうのは少ないので、差別化できて好感度がアップします。これはあなたにちょっと勇気さえあれば簡単にできる相手が喜ぶ褒め言葉なので、ぜひ覚えておいてください。女の子を笑わすフレーズ32個目は自虐で笑わす。さっきも言ったんですが、自虐っていうのは笑いを取りやすく、自分を自虐できるくらい余裕があるというのを相手に示すことができるのでおすすめです。例えば、てか今何歳なんだっけ？26だよ。つっちくんは？あ、俺も26。じゃあタメか。タメだね。てっきり私より上かと思った。え？ディスってるでしょ。ディスってないよ。大人っぽいなって。よかった、会ったばかりなのにディスられてるのかと思った。違う違う。とか、え？つっちくん26なの？意外。いや、誰がおじさんや。違う違う、大人っぽいなって。こんな感じ。自虐をするときは明るく、ノリよく自虐をしてください。暗い感じで自虐されても女の子は困っちゃいます。女の子を笑わせるフレーズ33個目はいい意味でです。これは女の子をいじって笑いを取る手法です。女の子を面白く不快にならない絶妙なバランスでいじってあげると、男女というのは関係性が近づきやすいです。例えば友達同士でもお互いいじり合えることで仲良くなれたりするじゃないですか。逆にいじったらキレる、いじりにくい先輩とか友達とかってなかなか仲良くなりにくいですよね。もういじれないから距離感が遠くて本音を話しにくいみたいな。それと一緒で、女性にとってただの当たり障りのない会話をした男性よりも自分のことをちょっといじってきた男性の方が心に残りやすいですし、本音を話しやすく素を出しやすいです。女性は男性にいじられることで、お、ちょっと踏み込んできたなと感じ、その踏み込み方が嫌なものでなければ距離が急激に近くなり仲良くなることができ、セックスしたり彼女になることができるんです。ただですね、気をつけなければいけないのが、女の子を空気を読まずにただただいじると本当に不快にさせちゃうんですよね。例えば、〇〇ちゃんって遊んでそうだよね、〇〇ちゃんってなんかギャルっぽいよね、〇〇ちゃんって陰キャっぽいよね。まあ、こんなことを言われたら言い方によっては普通にうざいと思われる可能性もなくもないです。そう、いじるって難しいんですよ。その場の雰囲気とか話の流れとかを読まないでいじると、ただただ相手を不快にさせて事故っちゃう可能性があります。ただいじった後にあることをつけ出すと相手を不快にさせず笑いを取ることができるんです。それがいい意味でです。いい意味でをつければ相手を不快にさせず、しかも笑わせることができます。例えば、〇〇ちゃんって休みの日何してんの？家でゴロゴロかな。なるほどね。じゃあ意外と陰キャなんだね。あ、いい意味で。何いい意味って。とか、私ビールとかめっちゃ好きで一人でおつまみ買って家で飲んでるんだよね。マジで？それはウケるな。いい意味でおっさんだね。あ、いい意味だよ。何いい意味でおっさんって。このような感じです。このいい意味ではつけるだけで女の子をいじりやすくなるのでかなり使えます。この軽くいじるっていう行為は女性と関係構築をする上ですごく大切で、これなんでかっていうと、恋愛において男は女の子に対して常に上でなくてはいけないんです。そう、絶対に舐められてはいけないんですね。女の子っていうのは自分より価値が上だと思う男とセックスしたり付き合いたいと思うもので、自分に媚びてくるような価値が低い男とは一緒にいたいと思わないんですよ。なのでうまくいじってあげることで自分が上ということを示さないといけません。ただだからといって高圧的になると言ってるわけではありません。まあイメージは妹と接する感じですね。茶化したりあやかしたりするイメージです。おお、よしよし、いい子だねみたいな感じ。これを覚えておきましょう。ってことでいかがだったでしょうか。女の子を笑わせるフレーズ33選という話をしてきました。そして現在ありがたいことに1万5000人以上の方が登録してくれているこちらの公式 LINE では、僕が合計1000万以上かけて中高6年間男子校ブスでコミュ障の状態からたった半年で100人以上の美女と関係を持つことができた最強の恋愛ショーの配信と、童貞ひも手が秒速でモテるようになるためのマインドセット、ブスから劇的に見た目を変える具体的ノウハウ、マッチが爆増するマッチングアプリ完全攻略ノウハウ、デートで確実に彼女にする方法、絶対に成功する告白、計4本の講義動画を期間限定で無料で配信してます。プライベートでも職場でも女性との出会いがなくて困っている、女性心理がわからなく何をしても空回りしてしまう、彼女が欲しいけど何から始めていいかわからないなどと悩んでいて、短期間で女性慣れをして彼女を作り、女性やセックスに困らない理想の人生を手に入れたいというのであれば、ぜひこの下の概要欄の方から公式 LINE を追加して登録しておいてください。今後はね、新しい特典に切り替える予定なので、受け取れなくなる前にぜひ今のうちに受け取っておいてください。また突発的に行っている超有料級のプレゼント企画や、これから配信予定の表では言えない極秘恋愛ノウハウ PDF、 強烈に女を自分に依存させるセックスの教科書などもこちらの公
公式 LINE からしか告知しないので、プレゼント企画を逃して損したくないよって方はこちらの公式 LINE を追加しておいてください。もう全て完全無料です。そしてその他にも僕の経歴やコンサル受講生の実績、ブログやメールマガジンでしか話せない超リアルな恋愛ノウハウも僕の公式 LINE から見ることができますので、さらにレベルが高い恋愛スキルを身につけたい人はぜひ公式 LINE を登録しておいてください。無料でも有料級の情報を配信してます。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。僕が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで記憶に定着します。僕の動画を見たら必ずコメント欄にアウトプットするようにしてください。僕も必ず返信させていただきます。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。恋トレ最高。